早速触れていきましょう。イラストに、あ、自作イラストです。一条リリカちゃん、みんなでねお風呂に行ったんだけど、なぜか僕にスススッと寄ってきて、青くん胸触っていい？いいわけないだろ。好感度が低いから触らせなかったとかじゃなくて、あの単純に、あの多分ね、リリカちゃんの配信でも言ってたんだけど、この日ねお風呂に入りに行った時に、知らないおばあちゃんがねすごい話しかけてきてたの僕らに。お、学生さんつって学生さんかなって言って、あ、みんな一応社会人ですって言って、お、そのおばあちゃんがずっとさ僕たちのことを見つめていたから、急にさ乳くり合ってたらさ、おばあちゃんびっくりしてのぼせちゃうかなって思って僕断ったんだけど、もうリリカちゃんが、青く意外とあるじゃんうるせえあうるせえって思いながら、青く意外とあるじゃん、さて一緒のお願いって言ってきてですこの後ね、あのリリカちゃんに一生のお願いって言われたって、あの番長にチクったら、リリカちゃんは一生のお願いは言ってないって切れてたんだけど、全然一生のお願いって言ってました。無意識に一生のお願いを使っていたらしいです。自分の触れよ、そんだけでかいのついてんだからって思ったんだけど、なんかあのもう一つ僕が断った理由が、あの単純にあって、これめちゃめちゃ恥ずかしいんだけど、僕さ女の子にさ触ってって言われたことはあるけど、触っていいって言われたの人生で人生で初めてだったから、普通に照れちゃったんだよね怖かったんだ恥ずかしさと恐怖が、そうだからリリカちゃんの好感度はもうカンストしてるから、だからあの2人の時だったらいいよって言っといたそういう問題じゃないよねって、あの番長に突っ込まれたけど、そうで、かなでちゃんがねすやすや寝てて、たまに見に行ってあのお布団直したりしてあげたりしてたんだけど、番長と僕だけ起きてて、それ以外全員寝てたんだけど、番長とお話楽しいってしながら、みんなが食べたご飯の洗い物をしてたら、かなでちゃんが急に、あおさん今のって言い出して、多分寝言なんだよね、多分記憶にございませんって言うと思うんだけど、急にあおさんって言って寝たかなでちゃん一回だけその寝言か分かんないんだけど、急になんかね起き出してね、何かちょっと結構大きめな叫びを一度してからもう一回寝てた。多分あれは今何時ですかみたいなことを、寝坊したみたいなテンションの一瞬の起きだった気がするんだけど、その後なんだってまだ寝てていいよって言ったら、またあの何も返事なく静かになったから、あれは多分寝言だったんだと思う。あおさんみたいな何言ってるかは分かんなかった。でもまたかなでちゃんがさ、配信終わった後だよ、そうこれ寝る前ね、配信みんなでやったじゃん、してあんなにさ、でもさ眠ってからこういう変な人なんですよとかさいっぱい言ってさ、僕に意地悪をさあんだけ言った後にさ、配信終わってご飯うめうめして寝る前に、かなでちゃんお布団入っていいよって言って、かなでちゃんのところに近寄ったら、かなでちゃんがまたあの小さいから結構あの身長差があるからさ、こうかなでちゃん僕をじっとさ上目遣いで見つめながらさ、あおさんかわいいねって今日も言ってて、今日じゃないけどこの日も言ってたよ。そういえばかなでちゃん僕の顔好きすぎ、もうと思って、困るよ、もう会うたび言うんだもん会うたび言うからさすがに照れるよ。容姿ばっかり褒めるって言うと、ちゃんと中身も好きですよって言ってくれるんだからね、かなでちゃんね最近普通にラブラブだよね。そうあのね、隠さなくなってきたね、かなでちゃんがバグってんじゃない。なんか僕がかなでちゃんにこんなに固執するのはさ、多分中身を褒めてくるからなのかなって思うわ寝てるかなでちゃんにいたずらをしながら、かなでちゃんのことを好きなのはきっとこういう優しいところがあるからなんだろうなって思いながら、かなでちゃんにたくさんいたずらをして、かなでちゃんは気づいていないままってやりながらいたずらして楽しみました。なのでかなでちゃんは、あの青さんせっかく遊びにみんなで遊ぼうってなったのにずっと寝ててごめんねって言ってたけど、大丈夫かなでちゃん、安心して、かなでちゃんで遊んだから、かなでちゃんは知らないかもしれないけど、僕は眠っているかなでちゃんで遊んだから何にも心配しなくていいよ、楽しかったな